本件は人類史上まれに見る大災害大正12年9月1日の関東大震災を超える悲劇となった朝鮮人虐殺事件を正当化するために検挙した事件であると疑わざるを得ません日本国を代表する最高権威である裁判所は全世界に向けてその立場を 明確に示すべきであります。この二人のためではなく、日本という国家の疑惑を晴らすために、疑問に答えることを要求いたします。誰に要求するのかね。日本を代表して、裁判長がお答えください。